インバイカ機械歴史資料館は千葉県印在市にある医療機器関連資料を展示、保存している資料館である。インバイカ機械資料館1974年4月2日に日本医科機械学会の下で医療機器の歴史的な機器、文書資料を収集管理し、一般市民が広く医療機器を理解することを目的として設立された。現在の全資料数は8000点を超え、 この書の資料館としては世界最大である。毎週の月、水、金の3日間が開館日であり、入場料は無料である。毎月第1月曜日には特別に説明員が駐在する。なお、現在の建物は以前消防署として利用されていたものであり、周辺にはドクターヘリの基幹病院である日本医科大学千葉北総病院をはじめ、 日本医科大学看護専門学校などがある。10の部屋に分かれて、分野ごとに展示されている。1、心臓関連に、手術台、消毒器、無衛等ン、患者監視装置、臓器保存装置、レントゲン、た4、顕微鏡、眼科機械、ミクロトーム、天秤、たコ、保育器、6、電気メス7、心電経営、脳波経営、た8、麻酔器、 肺、はい、機能検査機、酸素テント、打球、透析装置、内視鏡、内科、外科各種手術器具、麻酔関連、他10、低周波治療機、他他に特設展示もなされている。ありがとうございます。